いやあ、せつのきゅうすけだよ。冴えない荒野を目指す楽園の僕。これやな。前回のあらすじ。前回のパートで荒野に足を踏み入れる決心をついた主人公俺。名前がまだ出てきてない主人公俺。だから、俺っていう名前になってしまってるけど。で、なんだろう。通話アプリ的なもんダウンロードして、なんか、うわ、いたのかっていう、初対面の相手が出てきたってところで終わったよな。後々、これが音響担当だったっていう話になるんよな。冒頭のやりとりだったら。びっくりした。ここはパスがかかっているはずですから、一般の方は見ることができないはずのですが。あ、俺、今日から絵師として参加することになって、ああ、絵の人だったのですか。別に挨拶なんていりませんよ。え？だって僕の制作の範囲に絵師なんて必要ないですからね。わあ、なんかすごい嫌な喋り方しているこいつ。なんか好きになれないタイプの喋り方をしているこいつ。え？ひょっとして俺、今はディスられた？何これ、ねえ、ワコガさん、こいつ、ゴミ。噂の新人イビリってやつ。もしくは、K-A-W-A-I-G-A-R-I。なんか途中、なんかローマ字で読んでしまいよったけど。かわいがり？いやいやいや。話せば仲良くなれるはず。人間、対話が大事だよね。かっこやけどするぞ、君に。主人公はどっちかって言ったら非リア充だからね。あんまり友達いなさそうなんだよな。いや、それでもあいさ、それにしても今日は見れて遅いですね。お前マイペースか、お前。相手に何も喋らずに自分のことだけを言う、押し付けるマイペースか、お前は。高坂さんも、いつもなら入るのに。高坂って誰だ？そういったことだけ返すと、彼はニコッと笑い。あとは、無視。俺の笑顔は聞かなかった。入社初日、何を聞いていいのかわからないような新人みたいな顔しとる。くじけそう。ん？別チャット。なんだ？はやーん、さくらだよー。さくら、昨日のお姉さん？はにゃーって、あー、歳に似合わねえ。通じないの？カードキャプチャー、佐久間。なんかに聞いたことある名前。NHK でやってそうなアニメ。え？何言ってるんだ、こいつ。まあ、それは置いといて。早速、親方と会ったみたいだね。え？見てたの？あの人、職人気質というか、ちょっと気分難しいところがあって、なかなか他人と交流を取らないのよね。それただのコミュ障じゃないのか。ああ、やっぱりそうなんだ。でもね、この時間になるといつもいるっていうことは、誰かと話したいってことだと思うの。だから彼の言動で腹を立てないでほしいな。お姉さんが言うなら仕方ないっすね。そのおっぱいに免じて許してあげます。根気よくやってみろってことか。ありがとう。じゃあ私もあっちの方にログインするわね。はーい。そうだな。最初の印象が最悪だからって言っても仲良くできないわけじゃないんだからな。うん。あ、それ仲良くできないフラグだね。それを言うときは大体仲良くできないフラグのときだね。おや、君はさっきのどちら様でしたかね。しょっぱい。まあ、自己紹介なんかしてないけんな。正体良すぎるよ。ダメだ、くじけそうだ。心バキッと降りてもいいかな。こんばんは。出た、救世主。救世主猫様。お姉さん、助けて。お姉さん、ヘルプ。あー。僕、俺は意外と歌い弱かったですよ。ほう？だから、この子は大事な仲間なので、親方も仲良くしてあげてね。ありがとうございます。お姉さんみたいな顔している。と、
いうことなんです。いや、プレイしている人には何があったのかわからないと思うけどね。あれからお姉さんが必死の説得をしてくれたというわけで。さあ、どう出る？ふう、仕方ないですね。それでは仲良くしましょうが。なぜ上から目線？おお、一歩前進か。いや、本当に前進してるのか今。なんか上から目線で来られたぞ。見下しているな。こちらのことも見下しているな。よろしくな。ええ、それで。ん？何かあるのか？あの方はまだ遅れてるのですかね。まだ誰かおるんじゃ。あー、時間はとっくに過ぎているのにね。キャラかわいい、ストラップあるなら欲しい。確かに。なんかいい、どこぞのゆるキャラっぽい感じやけん。一番左のカエルにだってはさ、なんか薬局でおりそうやもん。まだ誰かいるんすか？あー、うん。いることは確かですね。なんだその幽霊部員みたいなやつ。なんだその幽霊部員みたいな扱いされておるやつ。気になる。ん？わけがわからないよといった感じで首をかしげる俺。どうしたものかなといった感じで困っている二人。一体どういう人を待っているのだろうか。いやー、ゲメンゴメンゴ。なんか一人だけすごいキャラが違うやつ来たぞ。なんでカエル、猫、馬と聞いてカカシなのだお前。動物じゃねえよお前。しかもなんなら死にたくないと。キャラ濃すぎだろ一人だけ。浮いとるぞ。遅いですよ企画屋さん。誰？企画屋ってそういうハンドルネームなの？ほらポカーンってなるわ。お？え？何？え？俺の体から何か匂う？ほうほうほう。ミヤトちゃんこれで例のあれ？どうしたさくらさん、このいぶかしげな顔は。ええ、私がエフとして見つけてきました。昨日お話したように初心者ですが、鍛えればなかなかの人材になると思います。お姉さん結構な評価をくれますね。センスがないって昨日は言ってたのに。そうかそうか。ふんふんふん。どうした？近いんですけど。おお、それはすまなかったね。何だったんだよ結局。いや、来てくれて本当によかったよかった。はあ、いや、うちも絵師が揃ってこれで作品が作れるな。笑う企画屋とは裏腹に、なぜか微妙な顔をする残りのメンバー。どうしたんだよ本当に。やけにいやらしい喋り方しようと。何やったっけ、師匠だったか大将だったか何だったっけ。親方か。親方ですらこんな顔してんやな。何なんこの死にたくないって。それで質問なんですが、このチャットの POE っていうのは。ああ、それはね、なんでパラダイスオンアース桃源楼なんて読むこれ、わからん。地上の楽園を意味する言葉の頭文字。そしてこのサークルの名称でもあるわけだ。なるほど、地上の楽園ってあれみたいだな。風の中のスバルってやつ。まるで北の国から。あ、違ったわ。いや、このサークル名を思いついた時には自分が天才じゃないかと思ったね。わあ、自分のキャラクターの胸に死にたくないって打っている人間の言うことじゃないな。はっはっはと再び大笑いする企画や。どうやらよほどの自信家のようだ。でだ君、どのくらいかけるの？どのくらいやれるのみたいな。どこまでやれるのって AV 女優に聞くような。AV の会社の人かお前。はっ、バイト先のポップとかにちょこちょこイラスト描くってくらいですけど。ほう、バイト先のポップ、それはあれかね、リンゴとかタイガーの店舗かい？いえ、確かにリンゴは近くにありますけど、バイト先は普通の書店です。
へえ、本屋、ただのね。何その反応自分から聞いておいて、それじゃあ、ピクシーブとか、二様性は絵師って名乗ってるんだからさ、それなりにはあげてるんだろういや、主人公の言葉、口から絵師って言葉は一回も出てないです。ピクシーブって二次元のエッチ絵が見られるところっていうぐらいの感想しか持てないところだよな。かっこそんなことはありません。もう世の中のピクシーブの人を謝れお前。ニオ星って？ああ、ニオニオ動画のやつのピクシーブか。だからそんなことないって。そのニオニオ動画でなんなん？いやらしいな。いやらしい言い方だな。とりあえずはアカウント持ってるってだけですね。主に夜の精鋭技を満足させるためにな。というか昨日いきなりエチってことになったのにそんな活動をしてるわけないだろ。バカなのあんた。そして何その露骨にがっかりしたような態度。なんかさっき親方にもそんな反応されたような気がする。なんか親方以上にムカつくやつだな。まあ俺の大事な作戦のキャラを任せるんだから下手な絵だけやめてくださいね。わあ上から目線だこいつも。ああなんだこういう制作業に携わってるやつってさ、大体何か自分のエゴを貫き通すようなそんなやつが多いのか。下手と行動の下手をかけた謝礼なんですから気にしたらダメだよ。わあ意味わからんね。またはっはっはと笑い出す。ムカつきしで逆に尊敬できるわ。それで俺は一体何を書いたらいいのでしょうか。そうだ、まずはそこだよ。何を書くにしてもそこが分からなければどうしようもない。それと作るゲームのジャンルっていうのは、怒りで壁を殴りたい衝動に駆られながらも我慢して聞いてみる。ジャンル？そうだね、強いて言うなら勇気を持つための RPG かな。は？うん、いいね、勇気を持つための RPG。 いい響きじゃないかなあ。この人何を言ってるんだろうか。あれだ、口はこんなのだけれど文章とかそういったのはすごい人って、まあ可能性が、うん、まあそれでシナリオの方は進んでいるのですか。あ、企画屋って名前通りにシナリオ作ってる人だったんじゃ。なるほどね。それまで黙っていたお姉さんが口を開く。ジャンルも前に聞いてたものとだいぶ違うものになっている気がするのですが。そうなんだ。え、そうなの。確か前は SDG でしたよね。それで私に5分くらいの曲を依頼してましたし、しかもその曲できてるんですけど、それはちょっとダメだろ。SDG って何なんだろう。何にせよさ、ホラーを作りよったはずがいつもよりギャグになっとったみたいな、そんな感じの転換しとったんだろうな。そういうことで考えていいんだろう。曲を作らせていたのに急にジャンル変えるなんて、俺でもやったらいけないことだって思うぞ。初心者でも。ふむ、音楽の方はそのままでもいいですし、話に合わせるようにシナリオを変更しないといけないですから、急遽プロットを練り直す必要が出てきたので今日はここまでということで。あ、それではバイバイだなー。そう言うと企画家は去っていった。何しに行ったんだこいつ。あいつの頭の中がもうなんかイカれてるってことしかわからないぜ。頭の中と見た目のキャラがイカれてるってことはな、分かったぞお前。嫌なことが分かってしまったな。いや、あれは逃げたと言った方が正しいのだろう。カカシが逃げやがって。やれやれ、今日は遅いしですし、こちらも寝ますね。そう言って落ちる親方。マイペースだなあいつら。お姉さんだってこんないぶかしげな顔である。あー、ずいぶん個性的なメンバーですね。うん、なんというかゲーム制作というのは変な人じゃないと集まらないのだろうか。ところで質問なんですけど。ん？何かな。俺は一体何をすればいいんでしょうか。とりあえず今回はメンバーに面倒主張したということでいいのだろうか。それ以降のことをどうすればいいのか分かっていない。というより何も言われてないよ。そうね、とりあえずはプロットが上がるまで基本的な絵の描き方をやりましょうか。
絵の描き方？基本的なところですか。そう、レイヤーとかそういうところ。レイヤー？コスプレはあんまり趣味じゃ。そっちじゃねえよ！でもバニーの落第関係です！だから違うっつーの。デジタルで絵を描くとしたら必須なことだし、絵師になったんだからこの技術は覚えておかないといけないものよ。だそうです。レイヤーって言うたらなんかどうしてもコスプレイヤーにしか聞こえないな俺は。みんなはどうだい？レイヤーできて絵師のレイヤーでどういう意味かわかるかい？ちんぷんかんぷんだね。ふむ、レイヤーっていうのはなんか新聞で4コマ漫画で出てきそうなキャラクター出てきた。お前こういう一つの絵があるとして、これが3つの層で分けられているのよ。そう、3人のお坊さんって何よ。そうじゃなくて、そうよ。ダジャレかな。1,2,3 と分けるとこうなっているの。なるほど、あ、そういうことか。レイヤーって線の部分と肌の色の部分、それ以外の部分ってことか。厳密に言ったらさらに多くのレイヤー分けがいるのだけれど、今はそれだけ覚えたらいいわ。ふむふむ、要するになんかいろんな部分に分けて書いて、それを後で重ね合わせるみたいな感じか。まあ早い話がアニメのセル画と同じってことよ。いや全然早くないですね。アニメのセル画って言われてもピンときないですね。セルが？ほら分かってない。主人公分かってないよ。え、知らない？セルって DB の敵のドラゴンボールだね。まあセルって聞いたら大体そっちを思い出すね。ちなみにセルっていうのはね、本当の意味だったらね、細胞って意味なんだぜ。わかんないだろ？あれ？違ったのかな？とにかく、こういう色分けしたもので使い分けていくのよ。なるほど。え、絶対なるほどって分かってないタイプのやつや。よくそのなるほどって言葉を言えたね、君。ところで、はい。ペンタブとかソフト持ってるのは、ペンタブっていう言葉で、え、ペンタブって何ですかって言いそうな感じよ。エンターキー押した瞬間、ペンタブって何ですかって聞いた話が出てくるだろうな、これ。ペンタブはあります。あるんじゃ。あるんかい、ペンタブは。パソコン購入した時についてたのだかな。あら、意外。でも、使ったことがなかったんで、しまい込んでるから出さないと。タンスの奥にしまい込んでいるので、明日大掃除だな、こりゃ。そっか。じゃあソフトはどうする？お絵かきソフト。ペイントとかじゃダメなんですか？ダメ！やっぱり？ペイントで提出した、JPEG の、JPEG でいいんかな？の立ち絵渡してみろ。お前の金玉引っこ抜いて、もつ煮込みにして、てめえの口の中に入れてやるからな。やばい。これがあの美人のお姉さんが言ってると考えたら、なんか、現実って非常ですね。怖い！そうです。そうね。そうだ！これを今すぐダウンロードしてくれる？え？何をダウンロードさせるのだ、お前。さらに俺のパソコンの容量を壊せる気か、お前は。そう言って貼り付けられたアドレスは、絵を描くソフトのダウンロード先であり、これをインストールしててねって言った後で、お姉さんは一時離脱となった。またダウンロードか。ダウンロードの待ち時間の合間に、基本的な書き方講座を見て回ることにする。なるほど。こういったソフトで絵を描くんだな。勉強熱心。確かに。パソコンで絵を描く利便性とやらは分かった気がするぞ。消しゴムの数が飛び散ったりとかしなくて、色塗りをミスった時に塗り直しができるってことだな。めんどくさいところを避けるところしか覚えてないな、お前は。しかし、このソフト、1週間無料で、あとは課金なんだけれど、どういうことなんだ？金払わせれるのかって言いだけやな、お前。試しでこれを使ってよかったら買ってねえということなんだろうか。俺、今月ちょっとピンチなんだよな。ピンポーン。お、終わったようだな。お姉さんの方からもちょうど来てな。って、なんだこれ。インストール終わったら、その他イコールシステム ID で開いて。そこにこれを打ち込んでちょうだい。ふむふむ。とにかく打てばいいんだな。
藤子よし終了って使用版じゃなくなってる。おー姉さん、あ、インストール終わったみたいだね。わあマジか。もう課金版のログインパスワード教えてくれたんじゃ。俺終わりましたけど、あれって製品版に変わったでしょ。やっぱり。何を落ち込む、私は投資をしただけだぞ。え、絵師になりたての少年にプレゼントとしてお絵かきソフトをプレゼントしただけなさね。いや、それでも俺たちはまだ出会って数日にもなっていないのに。こんなもん、雪の日にトランペットを見つめていた少年にトランペットを買ってあげたのと何も変わりやしないよ。サッチもかよ。じゃあ俺はアームストロングみたいに有名になるってことか。ペットで有名になると。それにこれは私のある種の打算も入っているからな。打算？そう、君が絵を描き続けてくれればいいっていう私の打算。それは打算と言わないんじゃ。打算だよ、少しでもフリーゲーム制作続けてほしいというね。そういう文章が打ち込まれてるのを見て思う。多分この人はあの時と同じ笑顔で打っているんだろう。あの時みたいにニヤリと笑って打ったに違いない。おお、何かしら、なんか目が光ってたな。そんな感じ、そう考えたら。はっ、まいったね、これは。何がだ、何をだ。これは絶対に完成させちゃいけないな、みたいな。それに、ソシャゲの毎月の課金を一回やめるだけだしね。本当に、一言余計なのがなかったら。やれやれ。では、これは、ありがたく頂戴いたします。うむ。ついでにお姉さんじゃなくて姉子って呼ばせてもらいますよ。ちょっとひどくない？いえ、妥当な判断です。推しの強さとしては何かお姉様というよりかは姉子っていう感じの、なんか射程になった気分の俺。もう少し可愛い呼び方に変えたりできない？ミャーちゃんとかさ。ダメですね。あ、感情が入ってて見なくても分かりやすい。感情が入ってなくて、感情が入ってて俺との呼び方かな。もう結構適当なんやけど。そう、まさに俺たちの戦いは今始まったばかりなんだから。だそうです。さえぼく、2015年冬の終わり、デジタル作画にもなり始めて、あとはシナリオの指示待ちという段階なのだが、それなりに練習したって感じやな。一体いつになったらプロットとか上がるんだろう。あれから1ヶ月近く経つが、指示をもらおうといくら催促しても、待ってください、来週にはなんとか。今やろうと思ったんですが、やり直すところがありましたので、明けの果てには昨日の考えてる計画をおやさりと見せるわけにはいかないんですよ。うん、素人の俺でも上がる。これは無理だわ、完成しない。でもどうしたらいいんだろうな。暴動かな、暴動を起こせばいいのかな。住所を特定して、そいつの家の窓ガラスから火炎瓶を投げ込めばいいのかな。なんだこの下手くそな歌は。電話？はい、もしもし。着信曲のセンスがない主人公。大変よ。あれ、リアルで電話かけてきたね。さくらさん。大変って、何が。もうすでに1ヶ月も何もしてない時点で大変なのは私も分かります。初心者の私でも分かります。それ以上に大変なのが何かあるのですか。驚かないでね。マジでさくらさん結婚するの。マジで驚くわ今。実はで止められるんだね。終わっちゃったよ。ちょっと待って、いや、それ実はでさ、どうでトービーコーチに言うとって何も教えてくれないあたり、何も教えてくれんままエンディング入るあたりは、それは驚く。あと曲が意外としっかりしていることに驚く。
アニメの続くみたいな終わり方で気になる。確かに。あくまでこれ第2話が終わったってことで話で。ああ、出れた。お姉さん出れた。なんか知らんけど出れたぞ、今。お。突然の電話に驚く主人公。受け取った内容は、サークルの崩壊を意味する内容だった。ん？そんなピンチにどう立ち向かう？ヒントは人材派遣。冴えない荒野を目指す楽園の僕、第3話。パラダイスオンアースへようこそ。デュエルスタンバイ。